ガンジャム線の椿正則と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして、もう一人、津軽三味線、そして胡弓の方も演奏いたします。椿俊太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、たっぷり飲みながらで結構でございますので、お耳の方を、こちらの方に傾けていただければ幸いでございますけれどもね、短い時間ではございますけれども、お楽しみいただきたいと思います。さて、それではもう一曲、今度はですね、まず最初に演奏させていただいた曲は合奏曲でございまして、我々のオリジナル曲、風雪の音脈というね、ちょっと現代地区にアレンジいたしました曲をお楽しみいただきました。さて、続いての曲ではですけれども、今度はですね、それぞれの独奏でたっぷりとお楽しみいただきたいと思います。津軽三味線、津軽民謡、津軽三味線にはですね、5つ有名な曲がございます。一番有名な曲がですね、津軽のジョンカラ節といってですね、これは有名な曲なんですけども、その他にですね、まず津軽のジョンカラ節が1つ目、そしてよされ節、あいや節、三下がり、おはら節、5つ有名な曲がございます。その中で2曲我々が今度独奏させていただきたいと思います。まずはですね、椿俊太郎くんがですね、津軽のよされ節を演奏するわけでございます。そして、その五大民謡の中で一番難しいとされている曲をこの私が演奏させていただきたいと思います。津軽のあいや節でございますけどもね、それではですね、この津軽の五大民謡、あいや節、よされ節を続けて聴いていただくわけでございますけれども、この津軽三味線はですね、非常に、激しい、演奏方法でございましてですね、中にですね、たくさん聴かせどころたっぷりございますので、もしいいなと思いましたらですね、ぜひ、拍手5000円をいただければ幸いでございます。それでは聴いていただきたいと思います。